それでは横田さん、ブラビア XR のデザインの特徴を教えてください。はい、庄司さんはテレビのデザインで重要なことって何だと思いますか？やっぱりリビングに置くメインの家電ですので、すっきりとかっこいいのが重要だと思います。そうですよね、うん、テレビは消している時にどんな姿かということがこれまでも重要視されてきました。でもちょっと考えてみてください。テレビはその画面に映る映像が主役ですよね。そう考えると画面以外の部分は本当はなくてもいいんです。これは初期のコンセプトイラストなんですが、映像への没入体験というテーマを中央の消失点に向かって画面の奥に続く世界の延長線で表現しようと考えました。映像の世界の中にある消失点をデザインで表現するというのは面白いですね。極端な話になっちゃうんですけど、画面だけあるテレビ、それが究極のテレビの姿なんです。もちろんそれはまだ実現できていないんですが、そもそも正面紙ではフレームの存在自体感じさせたくないので、外周のアルミ部材を視聴距離からはほぼ見えないレベルまで薄くしています。最終的には側面を研ぎ出した1枚の金属板のような見栄えになっていて、それをエッジで支えるスタンドとの美しいバランスがテレビの側面に回り込むことで見えてきます。画面のエッジに配置したスタンドは正面から見るとさっきお話しした消失点に向かう線そのものになるイメージですね。確かにフレームの存在感がなく映像により没入できるような気がします。このように究極の視聴体験を突き詰めた結果として、テレビを消した時の姿もとても美しくまとめることができました。そしてデザインコンセプトから実施デザインに落とし込むところがプロダクトデザインにおいては一番大変な工程になります。デザイナーはすべて極力薄く細くしたい、エンジニアは強度の担保や画音質のためにも厚く太くしたいとなりがちです。デザイナーと設計者ってまるで右脳と左脳のように振る舞い方、考え方が違う傾向があるんですけど、最終的には一つの脳として一体となって機能して良いものを作り上げることができました。それには密なコミュニケーションが非常に大事になるんですが、今はね、コロナで密なコミュニケーションが取れない状況ですよね。そうなんですよ。でちょうどその大詰めのタイミングでコロナの問題がありましたけど、なんとかデザインワークを円滑に進められるようにチーム一丸となって対応できました。ということはニューノーマルの制限下で作り上げた最初の作品なんですね。そうですね、うん、エンジニアたちの工夫や頑張りのおかげで正面紙では没入体験を邪魔しない佇まいのデザインが完成しましたが、その裏では体験そのものを作り出す XR プロセッサーの開発ストーリーも同時に進行しています。我々としてはその存在もぜひプロダクトデザインで表現したいという思いがあって、普段はユーザーの目に触れにくいリアパネルにあえてプロセッサーチップと同じモチーフを取り入れることにしました。ここにも XR が。なるほど、横田さん、デザインの背景いろいろと詳しくお聞きできました。横田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。